こちらにですね、今回の日銀利上げの発表のメリット、デメリットを挙げております。それぞれ3点にまとめてますねえ。まずはメリットなんですけども、1つ目、インフレの抑制です。利上げによりお金の価値が上がり、物価上昇を抑える効果が期待できますと。長期的には家計や企業の負担軽減につながる可能性がありますということですけども、インフレの抑制と言いますけどもね、まあ、今インフレになってませんから、利上げってのは、 まあ、インフレ時ではメリットになったのかもしれませんけども、まあ今のような情勢下ではやるべきではなかったのかなと思いますね。それから円高期待っていうのがありますよね。まあこれはまさに今顕著になっているわけですけども、利上げにより日本への投資が活発になり、円高が進む可能性がありますと。まあ円高は10円ぐらい進みましたけども、円高は輸入品価格の低下につながり、消費者にとってはメリットとなるはずなんですが、今輸入物価が下がったといっても、 一旦値上げした商品の価格を一気に値下げに向かうようには、まあ、歴史上なってないんですよね。まあ、今回もせっかく仕入れ価格が下がったんだったらその間に利益を稼いでおこうというね各企業の思惑があります。価格ってのはねやっぱりこう一回上げると下げる方向にはならないわけなんですよね。これはですね円高が進んだとて同じことだと思います。それから金融システムの安定化です。これはもうメリットとは言っても ほとんどの日本国民には関係ありません。えー、過度な金融緩和は、金融システムの安定性を損なうリスクがあります。利上げは金融システムを健全化し、将来的な金融危機のリスクを軽減する効果が期待できますと。あくまで将来的なんですよね。今どうこうするっていうメリットは、ここに掲げられているようなものはね、ほとんどないということになります。それではデメリット、どういった点があるでしょうか。えー、まずはね、 経済成長の鈍化です。これまさに起きてますね。利上げは企業の借り入れコストを増やし、投資意欲を低下させる可能性があります。これにより、えー、経済成長が鈍化するリスクが高まります。という、まさにその通りで、倒産企業これからも増えると思います。えー、当然、借り入れを行おうという企業も減ると思いますし、いいことは全くないですね。えー、それから、 物価の下落です、えーあ。株価の下落ですね。これまさに2000円以上の下落が落ちて、えー、とんでもないことになってますね。利上げは企業の収益悪化や投資家のリスク回避行動を促し、株価下落につながる可能性がありますと。まあ、4万円台をクリアした日経平均ですけども、これを一気に押し下げる効果があり、今は3万5000円前後になってますね。まあ、こういった日銀の失策、これはね、糾弾されてしかるべきだと思います。 そして何と言っても中小企業への打撃が今後も続きます中小企業はいつの世の中も苦しめられている一方なんですけども今回は金融という面でね資金が勝たれてしまうということにもなります中小企業は大企業に比べて資金調達コストが高いために利上げの影響を大きく受けやすいですと資金繰りが厳しくなり倒産する企業も増える可能性があるということで、まあ、私のところに寄せられた状況になるとやっぱり闇金ってのがねまた流行り出してるみたいです 当然、今回の闇金っていうのは登録してません。えー、本当にですね、違法と知りながらお金を借りる。違法としながらお金を貸す。まあ、こういったところまで来てるわけなんですよ。で、当然これは以前の闇金以上に地下に潜って実態がつかみにくいということになります。そして回収はむちゃくちゃ厳しいらしいですね。はい、まとめていきましょうか。 日銀の利上げはインフレ抑制や金融システムの安定化といったメリットをもたらす一方で経済成長の鈍化や株価下落などのデメリットも伴いますということなんでまさにこの一行に、ね、まとめられていると思いますね。